月面でポーズを取るエドリン・オールドリン。顔面を覆うバイザーに写真を撮影したニール・アームストロングが写っている。写真は NASA より。月面着陸は地球の衛星である月への着陸を言う。英語では他に、ルナーランディングとも。人類史上初の月面着陸は、アメリカ合衆国のアッポロ11号計画における、船長ニール・アームストロングと月着陸船操縦士。 エドウィン・オルドリンによるものだった。1969年7月20日、司令船操縦し、マイケル・コリンズが月周回軌道上の司令船、コロンビアで待機する中、二人の乗り込んだ、月着陸船イーグルは司令船から切り離され、1969年7月20日午後4時17分、月面に着陸し21時間30分滞在した。 米国が着陸計画を終了した1972年12月までに月に到達したのは合計12人、いずれも米国宇宙飛行士である。本校では主に成功へと至った月面着陸について取り上げる。ソビート連邦のルナ計画は以下の進展を見せた。1959年1月4日に打ち上げられたルナ1号は月の近隣を通過した。 史上初の月探査機となった。ルナ2号は月面に達した。1959年10月7日には、ルナ3号が月の裏側の写真撮影に成功した。1966年2月3日に、連邦の打ち上げたルナ9号が初の月面、南着陸を成しすいた。1966年4月3日には、ルナ10号を月の衛星とすることに成功した。 これに対しアメリカが死州国は月へ無人惑星探査機を送るパイオニア計画を打ち出す。しかしながら異なった3機の探査機発射ロケットに付随した3種のデザインによる惑星探査機は10回の試みすべてが失敗に終わった。続くサーベイアー計画はロボットを用いて有人月面着陸に向けた月面への安全な 着陸を研究するアメリカ合衆国の取り組みの一部である。この計画で5機の探査機による7つの作戦が成功し、アポロ計画の宇宙飛行士たちが降り立つに最も好ましい地点を探り当てる一助となった。その後1968年12月27日にアポロ8号が友人による月軌道調査を実行し、月面に人類を上陸させる土台を築いた。 アメリカの戦略探査機ガリレオによって撮影された月、アメリカ合衆国の月探査計画は、アメリカ合衆国、第34代、大統領ドワイト・ディー・アイゼンハワー政権下より、開始された。週刊誌コリアーズの1950年代半ばに、連載された記事は、ベルナ・フォン・ブラウンが、月面における宇宙ステーションを建設するための、有人宇宙探査隊の概念を社会に広めたと、 報じられていた。ところが、有人月面着陸の思想は、アメリカとソビエトの間で、技術的挑戦への挫折を引き起こした。加えて、脱核的な加熱状態を伴わない、大気検査突入の方法など、技術指導や重量処理は大きなハードルであった。ソビエト連邦がスプートニクを打ち上げた後、フォン・ブラウンは、アメリカ軍部へ、1965年までに、 月面在外基地を創設する計画を提案した。しかし、合衆国が科学的、軍事的価値の可能性から見て、そうした軍事行動への出費を正当化することが極めて困難と考えたため、ホン・ブラウンの提案は進展しなかった。ユーリー・ガガーリンを筆頭とするソビエトの世界初の有人宇宙飛行が成功を収めた後、ジョン・カイ・ケネリは、 国民の心臓をつかむような宇宙計画を模索していた。彼は後に副大統領を務めることとなるリンドン・ジョンソンへアメリカが世界の指導者であることを証明できる科学的な分礼を勧告するよう求めた。こうしてケネリラが練った計画案には政治目的からか第三世界の基金を集結させる大規模な考え計画など 宇宙とは全く関連のない計画も含まれていた。そしてアメリカは可能性のある全宇宙計画の中から有人月面着陸の競争がソビエトを打ち負かす最良の機会になるとの判断を下した。これは当時ソビエト連邦がアメリカ合衆国よりもさらに強力なロケットを保有していたためである。アメリカでは国内における 核兵器技術の発達がミサイル弾頭のさらなる縮小、軽量化へ至らしめ、結果的により小さな弾頭容量を持つロケットが開発されていた。対照的にソビエトの保有する核兵器はかなり重厚なもので、それを運搬するために強力な R-7 ロケットが発達した。ケネディはフォン・ブラウンに月面に着陸せず宇宙船で月の周囲を飛行するプラン。 および軌道に宇宙開発研究室を建設するプランを提案したが、このような質素な計画では開発競争においてソ連側が有利になってしまうことから、より野心的な月面有人着陸という決断が下された。1960年、アメリカ合衆国大統領選挙に際し、特に NASA の本拠地があるテキサス州など多くの要所となる州では、経済的利益があるとして、 ジョンソンはアポロ計画を擁護した。これは全政権がアメリカソビエト間でのミサイルギャップを許す結果となったというケネディの主張を後押しし彼がリチャード・ニクソンを破って当選することに貢献した。またジョンソンは有人宇宙飛行を成し遂げなければ確実にソビエトに打ちまかされてしまうだろうとケネディに助言した。その結果ケネディはアメリカにとって 宇宙開発に全力を注ぐのが最も理想的であるとしてアポロ計画を推し進めた。ケネリは資金投入を保証し、1963年の減税から宇宙開発への出費を保護し、さらに NASA が着手していた他の事業から資金の使途を転換した。この政策でそれまで他の科学的事業に借り立てられていた NASA の指導者、ジェームズ・ウェッブは失望した。 その後大統領ケネディは、社会全体からの支援を獲得するため、得意な声明を必要としていた。1963年には、ケネディが副大統領になったジョンソンに、月計画の潜在的な技術的、科学的利益を調査してほしいと求めた。これに対してジョンソンは最先端の医療薬にや、宇宙から撮られた地球の写真を引き合いに出し、利益は限られたものであるものの、 ナサの科学者たちと力を合わせれば強力な実例となると結論付けた。しかし計画が進展するにあたり、社会事業へさらに資金を費やすべきだとする左派の政治家や軍事費に力を入れたい右派の政治家たちからの批判を打破する必要があった。これに対しては、科学的な報いやソビエトによる宇宙支配の恐怖へつけ込んだ持論を強調することで、ケネディとジョンソンは、 なんとか世論を揺り動かすことができた。1965年までには58%ものアメリカ国民がアポロ計画を支持し、これより2年前から33%も上昇していることが分かった。ジョンソンが大統領に選出された1963年以降もケネリが元より望んでいたように、 計画への支援継続が行われ1969年の成功へ結びついたのである。ソ連の戦略ソビエト連邦のソユーズ。写真のようなロケットが地球の軌道へ物体を運送する初の確実な輸送手段となった。その頃、ソビエト連邦は月面着陸計画への態度を決めかねていた。ソビエトの指導者であったニキータ・フルシチョフは他のいかなる力によっても 敗北することを好まなかったが、そうした多額の費用を必要とする計画もまた望んでいなかった。1963年10月、彼はソビエト連邦が宇宙飛行士による宇宙航行は現在は計画していないと述べた上で、競争から落語したわけではないという主張を付け加えた。同時期に、ケネリがソビエトとアメリカ双方の宇宙飛行士で月面着陸を行い、 より良き気象衛星の開発を行うとする主事の共同計画を打診していた。フルシチョフはこの試みでケネリがソビエトの宇宙開発技術を盗もうとする意図があると疑義を抱き提案を退けた。ロシア連邦宇宙局の主任デザイナーであったコロリョフは宇宙飛行士を登場させて月面着陸を行うことができるソユーズ宇宙船と N-1 発射ロケット開発計画の推進を始めた。フルシチョフは、コロリョフの設計局に1966年の月、地球間有人飛行へ向けて2つの指示、現存するボストークの技術の修正と、プロトン発射台とゾンド宇宙船の建設に着工等を指示した。1964年、新たなソビエトの指導者がコロリョフの 月面着陸計画への奮闘を後押しし、全有人宇宙飛行計画を彼の指示の下で実行するよう命じた。しかしコロヨフの死や1967年に行われた最初のソユーズの飛行の失敗とともに、ソビエト連邦による有人月面着陸計画は破綻をきたすこととなった。ソビエトは月着陸船を建造し、アレクセイレオーノフラを含む、 宇宙飛行士を選定したが、1969年に N-1 ロケットの発射が失敗に終わり、月着陸計画は遅延に苦しんだ挙句、キャンセルとなった。アポロ11号の初、着陸アメリカの探査機より以前に、ソビエトの無人惑星探査機が月に達していた間、アメリカ人宇宙飛行士、ニール・アームストロングが、 1969年7月20日の有人月着陸船イーグル着陸の後、月の表面を歩いた史上初の人物となった。アームストロングは宇宙司令船パイロットのマイケル・コリンズと月着陸船パイロットのエドウィン・オルドリンからの講演を受けたアポロ11号計画の司令官及び船長であった。この人類初の月面着陸という歴史的な瞬間は、 全世界5億人を超える人々がテレビなどのメディアを通して視聴したという。時事問題を扱うコメンテーターからは、この出来事が20世紀において最も鮮明な瞬間の一つであると広く理解され、またアームストロングが月面へ足を踏み出した際に最初に発した一人の人間にとっては小さな一歩だが人類にとっては大きな飛躍であるという名言も、 また同様に記憶に残るものである。着陸全体の実際の手記などは、ウェブサイト、アポロ計画月面日誌も参照されたい。宇宙飛行士たちは、その後月面にアメリカ合衆国の国旗を立て、それに敬礼するエドウィン・オルドリンは写真に収められた。アームストロングが最初に降り立つ人物になることは、当初の計画からすでに重要なものだったはずと、人々に信じられているが、 実は、原案では、月着陸船のパイロットであるオルドリンが最初に降り立つよう計画されていた。また、印字した金属板が、未だ月面に残る月着陸船に取り付けられたままで、ある。この名板は、続く月面着陸へのアメリカの心象を表していた。これには、リチャード・ニクソン大統領による署名とともに、ヒアメン・フロム・ザ・プラネット、 アースファーストセットフットアポンザムーンジ来ライ 1969ATWe came in peace for all mankind と刻まれている。月周回軌道から見た地球1968年12月22日月面着陸の他の側面他の国際環境層とは違い、宇宙開発競争は領土拡張問題には依然として直接影響を及ぼさないままでいる。 月面への着陸に成功後、アメリカは月のいかなる部分も所有する権利を明確に放棄した。1940年代、アーサー・シー・クラークは専門家がナンセンスだとして退りけた人類は2000年までに月に到達するだろうとする発想を小説宇宙への序曲に書いている。ニール・アームストロングが着陸した1969年、アメリカがアークラークを 我々を月へ導く必要不可欠な知的原動力を与えてくれたと述べている。2006年8月16日、AP 通信は NASA がアポロ11号計画で月面を歩いた映像を収録する低速度操作テレビジョン用のテープの現物を紛失したと報じた。しかし2006年11月1日になってコスモスマガジン氏はこの低速度操作テープが オーストラリア西部パースにあるカーティン工科大学の物理学棟にある小さな海洋科学実験室で発見されたと報道した。当時の現物テープのうちの一つは分析のため NASA へ送られている。NASA の先手にあるチャレンジの一環として行われる。様々な分野の個人や団体が参加することによって切磋琢磨する。優秀な成績の参加者には X プライズ財団や航空宇宙関連の企業などから賞金が出る。各国の参加者たちが月面者を送り込む。ルネックス計画とは1958年アポロ計画に先駆けて立案されたアメリカ空軍による有人月面着陸計画である。1961年立案の最終的な月。 探査計画では1968年に総工費750万ドルで21人が滞在する空軍基地を月面地下に建設する計画だった。最終的なルネックス計画とアポロ計画の最大の違いの一つは月面着陸船は分離せずにそのまま宇宙飛行士を乗せて離陸し地球に帰還する方式であるということだった。ルネックス宇宙船の模式図ルネックス付き着陸船。 無人探査機の調査結果に基づいて基地の建設予定地としてケプラークレーターが選定された。ルネックス計画はソビエトを打ちまかし国際的な技術競争において優位性を示すために1967年に月面着陸して戻るものだった。空軍は月面着陸達成は短期的だけでなく歴史的意義を必要とすると感じた。 着陸船の直接上昇を採用することで、後にアポロ計画で使用されたいくつかの複雑な月軌道ランデブーを廃したことにより、特に宇宙空間でのランデブー技術開発が不要になった。欠点として、これにより、ルネックス宇宙船は着陸して月面から月軌道へ戻るための宇宙船の燃料がアポロ宇宙船よりも大幅に増えて重くなり、その結果、 月へそれらを送るためのロケットも大幅に大型化する必要があった。3段階の予定だった。1968年以降、高級月面探査が計画された。主な問題点を一家に示す。ホライゾン計画は月面基地建設の実現可能性の調査を行うものである。1959年6月8日にアメリカ陸軍へ、 アメリカ陸軍弾道ミサイル局が月の前哨基地を建設するための調査として報告書を提出した。この計画の概要を以下に示す月の前哨基地は月面における合衆国の潜在的な利益を開発し守るために必要である。月面基地での地球と宇宙の監視技術や通信の中継や月面での運用技術を開発し月面探査のための基地として機能し さらに必要とあらば、月面での作戦行動に備えるために、月面での科学支援へ投資が必要である。1966年12月の時点において12人が、滞在する高級的な全焼基地の建設と運用には60億ドル、かかると予想された。計画では147機のサターンアイとサターン2で、宇宙船の部材を低軌道へ打ち上げてから、 低期道上で組み立てる予定であった。基地への月着陸と期間は最大16人の宇宙飛行士が同時に往復する予定だった。ホライゾン計画は公式には可能性を検討する段階までは進んでいなかった。A119 計画、またはガチ探査飛行の調査は1950年代にアメリカ空軍によって極秘で計画された月に 原子爆弾を投下する計画である。この計画の目的は、冷戦期において、ソビエトや他の国々に対して、アメリカの優位性を示すことにあったと推測される。計画は実行には移されず、よりアメリカ国民に受け入れられる可能性の高い月、着陸計画が実行された。ありがとうございます。